えげつない深夜やけども、スパイスからカリー作るわ。えげつない深夜で、やっぱりカリー作るって結構ね、時間と労力まあまあかかるけど、ちょっとスパイスからいつも通り作ります。これが、ポークミンストミート。俺ここ好きやねんな、なんかシールとかに貼ってさまざまな料理に合う使いやすいミンチですみたいな、その文言好きで、そうここ結構見てます。で、オニオン。オニオンこれ圧死して、冷凍して置いときました。忙しい合間を縫って隙間時間を利用してこれやって、でなんか俺ほんまこれ合ってんのか分からんけど、聞くところによるとなんかみんななんかその切るときになんか涙出るみたいな、なんか噂話ですかね、なんかそんな聞いたことあんねんけど、俺マジでなんか出たことなくて。うん、なんやろ、なんかそのなんで出るかっていうのが分かってなくて、なんその感動みたいなことなんかなんか分からんけど、なんか俺なんかその成り行き任せの恋に落ちた時には誰かを傷つけた時になんか涙出るみたいなのはなんかあんねんけど、なんかその手で切ってて涙するっていうのがちょっとまだどういうなんですかロジックなのか分かってなくて、これおなすびなんですけど2種類の、カットの仕方、まあ、こっちはあのダイスカット、ダイス状に、カットして、でこれは最後上に乗せるように、ここシークレットナイフね。シークレットナイフ、君がくれたもの、それ入れてます。入ってますね。いや夏やねほんまに。ちょっと早いか、でも先取りしてるからな常に。なんかもう今から夏を感じるというか。いやすごいいいよね。じゃあまずねライパンの方ですね。こちらですね、エクストラバージンオリーブオイル、これを程よい量を入れてスパイスをちょっと持ってきます。スパイス、どれしようかな、うん、ちょっとガラムマサラもいきます。OK やね。若干ターメリックも面白いかも、うん、この組み合わせ割とポピュラーやけども、まあ、普段作っててちょうどこの新しいのにしたところやから、うん、ちょうどよかった。じゃあ、ここにガーリック、入れます。これあのキスの予定ある方あの抜いてください。幸いあのキスの出なかったんであの入れてますけど、もしねあるか、あかんわ、やばやば、えやば、俺あるわ。やば、えやば、えやば、あ、ないわ、ないか、あ、なんだ、ないか、いや、よかった。すいません、なかったです、ごめんなさい、ちょっと不安にさせて、なかったです、なかったです、全然もうキスのでないんで、はい、大丈夫です。ほんま、ね、ちょっと不安やったんじゃん。
今すいませんちょっと分かったんで。はい、で、カホリの方が出てきたら、ここに、モトルト。モトルトはもう、入れます。これを、キャンディーカラーにしていきます。いい感じなんで、ここで。スパイス入れます。じゃあ、いいニホヒが漂ってきたら、トマト。これ、缶詰ね。缶詰そんな好きやねんな。タイムマシーンみたいやろ。タイムマシーンじゃない。タイムカプセルみたいな。タイムカプセルみたい。俺好きやねん。そう。ちょっとね、中日の二遊間行って、あちゃらと、洗い場や。すいません。ちょっと中日の二遊間が荒木選手と井端選手であったものですから、ちょっと混同しまして、ね、荒井、あ、そう。はい。ちょっと水をね、入れました。かなりいい感じです。じゃあちょっとついでいこうかな。
いただきます。うん、いや、これベリーウマーバー、むちゃくちゃうまいな。うん、ナチュラルな風味というか、胃が重いなみたいな一切ない。まだ現時点でわかんないですけど、なさそうな。もう深夜にぴったし。うん、これほんま馬津本リカリーの梅ざせポケモンナスターやね。ガラムマサラタウンにさよならバイバイ。俺はこいつの旅に出る。いやほんま。いや素晴らしいね。うん。いやこれほんまにうまいし、エアジ、うまんつエアジ、坂東エイジ、ゆで卵でした。ゆで卵先生、ちょっと血液型教えてくださいって聞いたら、まあちょっとでもこれ話長なんでって言ってましたけど、その肩言うだけでいいんだよ。めちゃくちゃ短くて大丈夫です。ちゃんとしてください。ごちそうさまでした。